皆さんこんにちは、なまはげゲームズです。今回は新女神転生5の御霊の倒し方を2パターンご紹介したいと思います。御霊は先御霊、くし御霊、荒御霊、にぎ御霊の4種類います。それぞれ倒すとすごくいいアイテムを落としてくれます。先御霊は異物、換金アイテムですね。高額な換金アイテムを落としてくれます。くし御霊は福音書というアイテムを落とします。これは使うとレベルが1上がる分の経験値がもらえるというアイテムです。使った後に戦闘を行うと主人公のレベルが上がります。荒御霊は魔導書、これは仲間のための経験値アップアイテムです。仲間のレベルが自分より低かった場合にその仲間のレベルを1上げるということができます。にぎ御霊は身一結晶を落としてくれます。これは真意の取得に必要な身一のポイントをもらうことができるアイテムになっています。といった感じでどの御霊もすごくいいドロップアイテムを落としてくれます。ただこの御霊なんですけども、ちょっと特殊なモンスターで弱点以外の攻撃は無効になってしまう、また戦うたびに弱点が変わってしまうっていう特性があります。そのせいでなかなか倒すのが難しくなっています。そこで簡単な倒し方をちょっとご紹介しようかなと思います。一つ目の倒し方なんですけども、アイテムの万里の眼鏡っていうのがあるんですが、これを使います。これを使うと弱点がわかるので、それに合わせた攻撃をすることで結構簡単に倒せると思います。この万里の眼鏡なんですけども、ショップで100マッカで売られています。突然ね、御霊が出た際に備えていくつか常備しておくといいかなと思います。2つ目の倒し方は万能属性で倒すという方法です。序盤だと万能属性のスキルってなかなかないんですけども、猫将軍がサブクエストをこなすことで至高の魔弾カイという技を覚えるんですね。これは魔月日が最大まで溜まっていないと出せない必殺技扱いなんですけども、御霊と遭遇した際に魔月日が溜まっている場合はこれで倒すのが楽なのかなと思います。序盤で覚えられる万能属性スキルとしては、吸血なんかも万能属性なので一応有効といえば有効なんです。ただ万能属性も半減されてしまうので、この吸血だとかなりステータスが高くないと倒しきれないかもしれません。ということで序盤でしたら猫将軍の飛行の魔弾カイ、この技が一番有効かなと思いますので、もしね魔月日溜まってれば使ってみてください。この御霊ダウンロードコンテンツがあるとバン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 その辺で出てくるんですけども、ダウンロードコンテンツない場合は出現するのは結構レアだと思いますので、もしね出た時は確実にこの2つの方法どちらかで倒してみてください。以上、なまはげゲームズ新女神転生5の御霊の倒し方でした。お役に立ちましたらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それでは皆様、良きゲームライフを。